いたしましてですね、ここから2番目の演技、9番エイトという演技を行います。横から見てますとね、8の字を書いている演技となります。真ん中で、2分の1ロールを行います。そして今度ナイフエッジの状態に入れまして、旋回を行いますね。次に宙返りの上で半回転、半ロールを行いまして、逆宙で回転します。それから垂直上昇に移りまして、ゆっくり上がっていきまして、ここでストールターンを行います。ここでまたハーフロールを行いまして、このトライアングルローリングですね、三角形を描いてあります。ここでロール、ここで45度の効果で起きます。これがいかに正確に行うかで採点が0点から10点までで採点されます。そこからですね、ローリングサークルというのをですね、でセンターの演技で、トルクロールに入ります。一旦停止してからトルクロールを1回転行います。ここでピタッと止めて、着陸となります。これが FRB の A の演技です。彼はですね、フッサンエンターの曲技部門もですね、やはりいつも常連で上位に入っているベテランのフライヤーです。世界戦にもですね、2回ほど出場していまして、ね、非常に丁寧な飛ばし方を率先する、9番エンドがものすごく綺麗にスムーズにいってますね。まあ、このくらいの演技をこうして水平でピタッと決まりますと、8点から9点の演技がつくと思います。今ナイフエッジですね、非常に揺れが少ない、これも8点9点という高得点を得られると思います。これで、ロールを締めて宙返りですね、これをまっすぐに上げてストールターンに行きます。なかなかいいですね。本番の時よりもいいような感じで飛んでいます。でトライアングルですね、上で半ロールを行いまして、45度の効果で降りてきますね。この節度をね、ここから演技ですよ、ここからロールしますよっていうのがはっきり分かるメリハリですね。こういった点も審査の対象となります。これ難しいローリングサークルと申します。今のところ完璧な行動維持をしていますね。1メーターぐらいのクロールでずっとこう飛んでいくと、最後にちょっとロールレートが速くなったところが強いて言うと原点でございます。厳しいな。で、トップハート、これもいいですね。上が綺麗に飛んでいます。で、4分の2ポイントロールですね。さすがです。このクラスに飛ばしますと、ほとんど8点平均の得点がつくんではないかと思います。で、ここが見せ場のトルクロール、一旦止めます。はい、そこからゆっくり左にロールしてますね。で、1回転でピタッと止めます。それで水平に抜けていきます。お見事でございます。
選手ですね。このようにロールしながら宙返りをやってですね、もう 3D の世界も満喫しておりますね。はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい演技でございました。本年度のね、サンビー選手権のチャンピオンのフライト。